カブト、そっち映っちゃうね。どうしよう、どの角度だったらいいのか。5月5日、子供の日です。子供っていうのは最近ではですね、男の子のことだけを、あれ逆か、男の子の子のことだけを言っていたけど、今は女の子もいいじゃんと思うってことかな。それとも男の子限定、3月は女の子だから。ちょっと難しい社会になってきましたけれども、子供の日です。はいはい、ジャン君、これで、ジャン君、はい、今日はカブト、そっち映っちゃうね。どうしよう、どの角度だったらいいのか。はい、ジャン君の日でございます。はい、子供の日、ポンちゃんだって子供だよということでですね、もう熟女だけどね。ジャン君、ジャン君だけじゃなくてポンちゃんもお祝いです、うん、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はいはい、ポンちゃん、お布団を取りに来ると必ずここで待ってんのね。そして泣いてんのね。よし、シフトしよう。